日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。26日から始まった SMBC 日本シリーズの初戦を制した福岡ソフトバンクホークス、9回表までに5点リードを奪い、前評判通りホークスが圧倒するかに思われましたが、9回裏に登板したオスナ投手がまさかの乱調、あわや大逆転サヨナラ負けのピンチを喫する投球を見せました。試合には勝ったものの、後味の悪い結果となった日本シリーズ初戦、一体オスナ投手に何があったのでしょうか。また日本シリーズで小久保監督はオスナ投手を守護神として起用し続けるのでしょうか。今回はオスナ投手の様子と今後についてご紹介していきたいと思います。ソフトバンクが序盤の得点を守りきり、日本シリーズ第1戦を勝利しました。先発は今季リーグ最多タイの14勝を挙げた有原航平投手。初回に 1,2 塁のピンチを招きますが、宮崎敏郎選手にセカンドゴロを打たせ無失点に抑えます。すると2回1アウトから栗原良也選手がフォアボールで出塁、その後2アウトとなりますが、牧原大成選手がレフト線へ落ちる2ベースを打ってランナー 2,3 塁のチャンスを作ります。ここで DeNA ベンチが動き、甲斐拓也選手は申告敬遠で歩かされますが、続く有原投手がまさかのライトへタイムリーヒットを放ち、2点の先制に成功。ちなみに有原投手はこれがプロ初打点となりました。有原投手はランナーこそ背負うものの、持ち味の制球が乱れることはなく、3回以降は DeNA 打線に2塁さえ踏ませない完璧なピッチングで7回無失点の好投を披露。そして8回は2番手のヘルナンデス投手が無失点に抑えると、打線が9回表に今宮健太選手と栗原選手のタイムリーで3点を追加。これで5対0とし、完全に有利な状況を作ります。しかし9回裏にまさかの展開が。なんと3番手で登場した守護神オスナ投手が2者連続タイムリーで2点を失ったのです。なおもピンチで桑原将之選手のゴロを自ら処理しますが、これを1塁へ悪送球、さらに1点を失い2点差に追い上げられてしまいます。続く打席には牧秀悟選手を迎え、1打サヨナラのピンチとなってしまいましたが、なんとかセンターフライに打ち取り、 DeNA の反撃を振り切れることに。3対5でホークスのが勝利し、見事日本シリーズ初戦を勝ち切りました。これでホークスは2018年は1敗1分けから広島に4連勝、19年と20年は巨人に2年連続で4連勝しており、この日の勝利で日本シリーズの連勝を13に伸ばし、圧倒的な強さを示す形に。一方の DeNA は粘りこそ見せたものの、あと1本が出ず残念な結果となりました。バトルフィース。前評判では圧倒的にホークス有利だった今回の日本シリーズ、その評判通りの試合を見せたとも言えますが、一方でオスナ投手の乱調は非常に痛く、 X ではオスナさんがトレンド入り。オスナさん明日からも心配な内容だな、オスナさん怖すぎますぜ、小久保がオスナにこだわってしまったら致命傷になる可能性あるぞこれ、オスナ今後使いにくいななどの声が投稿されました。オスナ投手といえば昨年絶対的な守護神として君臨したものの、今季は怪我の影響もあってなかなか活躍でできず、ファンをやきもきさせていましたよね。ただ復帰後は徐々に調子を上げ、CS では見事3連投して無失点を記録、完全復活を遂げていました。日本シリーズ前には倉野伸二投手コーチから全7試合行ってもらうつもりではいますと断言。オスナ投手とヘルナンデス投手をフル回転させる方程式で DeNA 打線を封じ込めることを明かすほどでした。ちなみに過去に7試合シリーズ7登板の例はなく、1956年の西鉄稲尾投手、2016年の広島今村投手とジャクソン投手が6試合6登板したのが皆勤賞の最多記録。あまり現実的ではないのですが、同コーチはなくはないですよね。例えば逆転されて負けてっていうパターンだと7試合全部投げる可能性はあると大真面目、それほど期待を寄せていましたが、初戦から出鼻をくじかれる状態となってしまいました。一体なぜ CS ではあれほど調子が良かったのに日本シリーズでは急に乱れたのでしょうか。そもそもオスナ投手は今季成績を見るとかなり内弁慶な成績となっています。ホーム防御率は 2.67 と比較的安定しているものの、ビジターは 6.35 とかなり打ち込まれています。自責点で見ればどちらも8失点なのですが、ビジターの方が12試合とホーム27試合の半分以下と考えると、今季ビジター球場を苦手としているのは数字として現れています。さらに野外球場があまり得意でないようで、京セラドームやベルーナドームなどビジターのドーム球場は1点も取られないなどしっかり抑えているのですが、楽天モバイルでは防御率 18.00 と打ち込まれています。なおエスコンフィールドでもかなり打ち込まれており、エスコンはどちらかというとドームなのですが、相性の問題があったのかもしれませんね。そのため今季はあまりビジターで投げておらず、ほとんどがホーム球場みずほペイペイドームで投げています。この内弁慶ぶりが日本シリーズの横浜スタジアムで大きく響いたといえます。また季節も寒くなった10月後半、体が動かなくなったり疲れたりする時期で、こうした季節の変わり目にも影響を受けたと考えられますね。さて不安な投球を見せてしまったオスナ投手、気になるのはこの先も守護神として起用するのかですよね。果たしてどうするのでしょうか。試合後小久保監督はオスナ投手について、まあ勝ち切ればいいんですよ、あれが2対0だったらまた違う展開でしたでしょうし、それはあんまり比較にならないですとコメント。比較的落ち着いていましたよ、僕は全然落ち着いていました、9回裏ちょっと最後だけと少々不安な思いはしたようですが、勝ち切ればいいというコメントから今後も守護神として起用すると思われます。倉野真嗣投手コーチも戦術しましたが、全部投げてもらうと話していますし、今のところ配置転換は考えていない様子。そもそも現状いきなり大舞台で守護神を任せられる投手がいるのかといえば候補はいるでしょうが、あまり期待ができるとは言えません。ただでさえプレッシャーがかかる舞台で、これまで守護神を務めてこなかった投手がこの時だけ守護神を務めるのはかなり困難ですし、それならオスナ投手と心中する方がマシと言えます。そう簡単に害が利くポジションでもないですし、今後の試合もオスナ投手に託すでしょう。とはいえ黒星が先行してくれば変更されることもあると思います。最終的にどう決断するのかは小久保監督次第。今後に注目が集まりそうですね。なんとか試合に勝てたホークスですが、相手に流れを受け渡しかねない結果となりました。次戦以降の両軍の戦いはどうなっていくでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。